記録的な大雪で考える東京都の防災対策。東日本を襲いました記録的な大雪、この影響まだ続いております。山梨、埼玉、もちろん東京もなんですけれどもね、孤立状態が続いている地域もあります。三橋さん、はい、これはちょっと思った以上に被害が大きい、まさにもう災害ですね、はい、よくね、その、はい、公園とかで、はい、この日本は本当に自然災害大国ですよと、地震、台風、水害、土砂災害とかね、はい、火山噴火、そして豪雪とか言うんだけど、豪雪がこんなにきついと思わないんです、はい、正直言って。そうですね、はい、それも降り続いたというよりは、あの2週にわたってきたっていうことですよね。はい、そして自衛隊が、あのせっかくですね、はい、その現地行ってもですね、うん、先ほど三橋さんおっしゃった通り、もうあの運転できなくなっちゃって放置された車、はい、これが道を塞いでいて、そうです、除雪できない、除雪できないですよね。あとね、その除雪したとして雪を持っていく場所がない、それ以前に除雪車がない、これが山梨とか東京とか埼玉で起こっていることなんですね。で、実はあの例えば本当の豪雪地帯、これはあのもちろん除雪車もあるし、はい、さらに雪を捨てる場所もあるんですよ、ね。はい、だ考えられてるんですよ、そういうことが。ところが、考えられてないところにこれだけの大雪が降ったらですね、だってね、東京のコンビニから商品消えましたもんね。はい、もうこれは別にあの買い占めとかじゃなくて流通が止まっちゃったからなんですよ。ですから、あの土曜日、先週の土曜日にそのコンビニの係の方に聞いたら、もう東日本大震災の時と同じですよ、はい、同じですよね。物流システムが止まりましたというふうにおっしゃってましたし、はい、そうなると三橋さん、あのこの東京都の防災対策、はい、まあ、何が起きるかわからないってのは、もうラジオ機の方も今回で分かったかと思うんですが、はい、三橋さんが考えるこの理想的な都の防災対策、これね、そのもちろんハード面も必要だし、はい、ハード面っていうのはその例えば耐震化とか、はい、首都高の強靭化とかそういう話ですけど、あとはそのソフト面、はい、もう相当重要だなっていうの今回分かったんですけど、その例えば実際こういう被害があったときに、あの警察、消防、自衛隊とか、はい、あのさっきの運送、流通とかですね、あと土木建設とか、はい、この辺がパッケージとして動けるような体制を作っとかないと、はい、そう、さあどうしようかってやってたらですね、大変なことになります、これ東日本だ、すみません、首都直下型地震起きた時、はいはい、と思いました今回つくづく。そうですね、で問題はね、多分地震そのものよりもその後なんですよね、はい、でそれ例えば豪雪が降った時に首都直下型地震が起きまして電力止まりましたってなったら、はい、これはね多分何千人っていう単位で下手したら投資者が出ますよね、冬だったら、そういう場合であったらじゃあどう動くのかっていうのをあらかじめ想定して訓練しとかなくちゃ、これ大変なことになりますね、はい、そうですね、うん、となるとあの日頃から言われてるもう老朽化したですね、はい、道路とか橋を直さないとダメですね、直さないと、これ一日も早く直さないとダメですし、はい、あとはその災害が起きた時の後の、そうなんです、この動きですよね、はい、特にあの私がちょっと今回意表をつかれたのは物流、はい、はい、ここまで弱いとはと思ったんですね。そうですね、はい、お役所も動くのがちょっと遅れたようですしね、そうです、想定してませんもん、そうですね、だこれね、こういうことはね、その例えばマニュアルをこう作っても、はい、絶対それ以外のことが起きうるんですよね、そういう時に対処することができる人っていうのは訓練されてる人なんですよ、慣れてる人、はい、だからこれ本当に訓練しとかないとまずいと思いました、私。そうですね、そんな中ですね、舛添新都知事は先週の水曜日です、はい、東京オリンピックまでに首都高速のその改修工事、うん、これ早めてですね、はい、東京2020年ですけども、2020年までに工事完了を目指す姿勢明らかにしました、はい、これはあ、これはもうやってほしいです、はい、私叫んでましたから、これずっとしばらく、はいはいはい、期間短縮でやるぞというふうに、はい、言ったわけなんですよね、うん、ただ気になるのがその首都高の改修工事のお金です、はいはい、財源、これはあれですよ、基金使えばいいんですよ、あ、東京都って、はい、基金って預金みたいなのがあるんですよ、7000億円ぐらい、プラス東京五輪用に4000億あって、合計で1兆500億円ぐらいあるんですよね、はい、今使わなくてどうするんでしょうみたいな、まさにあのちょっと前に流行った今でしょう、今でしょうですよ、じゃあ財源はまあそれで、大丈夫ですね、最悪っていうか、最悪じゃなくても、都債っていうのもあります、東京都の都債。都債って、国債とほとんど利子が変わらないっていうですね、超安全商品なんですよ、それはね、1兆円以上の預金持ってるから当たり前なんですけど、また今回ですね、ああなるほど、ヘリコプターって大事だし、はい、大事です、重要だなと思ったんですね、
あの車で、あるいはその自衛隊でとかいうふうに舐めちゃいけないですよね。例えば、はい、あの実際こう首都直下型地震が起きて、あの電柱が倒れましたと、はい、ここだともやっぱり救援できないですよね、あのさっきの雪の中に車放置と同じで、そういうこともあるんだよっていう前提で動かなくちゃいけないですね、ですから自衛隊が今回実際に入ってもまずその平たいところを雪かきしてヘリポートを作って、はいですね、そこにヘリコプターが降りてくるというシステムですもんね、はい、となるとこの、まあ、例えばヘリポートをどこに作るのかだとかね、はい、そういったものも考えておかないと、はい、本当はね高速道路とかがまっすぐにね走られてれば、いざという時滑走路っていうね、まあ、もちろんこれは軍事的な話なんだけど、そういうことを想定しなくちゃいけない時期なんですよ多分日本はドイツのアウトバーン、そうです、あれはもう完全に想定して完全にあのそうです滑走路想定してます、はい、また後ほど